はじめまして、小田原です。今から金融商品、株式を含めた金融商品のお話をしていきたいと思います。なぜこういう話をするかというと、会社に勤めに出て、あるいはアルバイトに出て、お金を稼がなければならない、そういう状況以外に収入を得る道を示したいと思います。いろんなことがあるんだと思いますけれども、きちんと考えることができれば稼げるはずの、やり方をお話ししたいと思います。それは、一番皆さんがよくご存知なのは、株式に資金を投じること、いわゆる投資ですね、をすること、いうことが一つの手段としてあると思います。なぜ株式に、あるいは株式から派生した金融商品、株式以外にも商品ですとか為替ですとか、いろんな金融商品ってあるんですけれども、分かりやすいもので言うと株式だと思うので、ここでは株式と言いますけれども、なぜ株式に投資するのがいいのか、いいというか、株式に投資することの意義、なんで株式にするのかっていうことをお話ししたいと思います。一つ目は、日本をはじめ、資本主義社会、自由主義社会については、経済は共産主義と違って、ある一定のルールに基づいて自由に売買ができると。それも、市場外、決められた市場の中で売ったり買ったりできるというような世界であります。で、そこに自分の持っているお金を投じて、値が上がったりですとか、値が下がったりですとか、あるいはその資金を投じた、会社の業績がよければ配当が出たりとか。で、利益を得るというようなことが可能になります。で、そもそも、株式に投じる、株式を買うということがどうして、なんで株式市場に自分のお金を投じるかというと、日本をはじめ資本主義の国というのは、自由に株式を売ったり買ったりできるからです。堂々巡りなんですけれども、資本主義なので、株式を持っているということは価値が上がるとか良くなるとかいうようなことをみんなが追求する社会なわけであります。より良い方向に、より儲ける方向にお金は流れていきます。で、そこを見極めて、どこが儲かる会社か、どういったセクター、どういった業界が儲けるのかっていうことをきちんと見て考えて予測をして資金を投じる。これが資本主義の社会であります。で、資本主義の社会が揺るがない限り、資本主義でなくならない限り、株式に投じるということは何らおかしいことではないということであります。ただし、
さっき上がることもあるし、上がったり下がったりって言いましたけれども、下がることもあります。自分の買ったより安い値段になると、その株、自分の投じた資金というのは目減りします。下がります。10円で買ったものが8円になれば2円損します。当たり前ですよね。10億円投じたら8億円になってしまった。2億の損ですね。単純に上がることもあるし下がることもあります。ただし、先ほども言いましたように、資本主義社会が続くことを前提にするんであれば、より良い状態になろう、より良い状況になろう、より儲けようというみんなの意思が働くために、いずれかは回復するだろうという期待があります。で、悪くなった時点より良くなる、悪くなった時点を超えて、またさらに経済が拡大して、株価ですとか金融商品の価値が上がっていくということが想定されるわけです。ですから、こういった株式をはじめ金融商品を持って自分の資産を運用するということは、ごくごく正しい、当たり前のことだというふうに言えると思います。そもそも、会社を作って仕事を起こすということっていうのは、利益を追求するため、よりよく、より儲けるために事業を起こすわけです。で、会社員、その企業に属するということは、その企業から、働いた対価をもらうというようなことで自分の生活が成り立つと。まあ、こういう、仕事を起こす人で、その仕事を起こした人から雇ってもらってお金をもらうこと。それぞれの人たちがみんなどこかに属してるわけです。で、それで、お金を得て生活をしていくというような社会です。資本主義が続く限り、株式に投じる、会社を起こす、これに関しては何らおかしいことではない。間違えないように、資金を投じて、間違えたらすぐ正す、そういう姿勢で臨めば、株式市場、あるいは金融市場において、利益を得るということはそんなに難しいことではないと思います。宝くじやギャンブルなんかっていうのは、当たる確率っていうのは本当に少ない。宝くじとか何千万分の1の確率、1等が当たるにはですね、いうようなことも言われてます。詳しくは分かんないですけど、まあ株式市場ですとか、金融商品の取引に関しては、これは乱暴な言い方をすると、上がるか下がるか、横ばいかなわけです。まあそう単純にはいかないんですけれども、上がるにしても、こうやって上がっていく、下がるにしてもこうやって下がっていくので、売った時点だとか買った時点から、こういう変動幅、ボラティリティって言うんですけど、変動幅があるので、実際買った時に結果として上がってることがあったにしても、こういう波の中で買った時点より下がってる時もあるわけです。どこで取引が成功したか、投資が成功したかというのは、買った時点と見る時期によって変わってきますが、それは自分が決めることです。どこで買ってどこで売るかは自分の決めることです。
で、どこで買うか、どこで売るかということを考えるのも自分でやることです。自分で考えることです。それを前提において、話を進めていきたいと思います。これからどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。以上。